第20回参議院議員通常選挙は2004年7月11日に日本で行われた国会議員の選挙である第2次小泉内閣は構造改革路線を着実に進めていた。しかし自民党幹部の年金未納問題や選挙直前に成立した年金改革法などへの反発から内閣支持率はやや伸び悩んでいた。その一方で民主党は 菅直人に代わって、岡田克也が代表となり、初めて、関東鳩山幸夫以外の代表が就任していた。前年の、第43回衆議院議員総選挙において、民主党は177議席を得ており、戦後の野党としては最も多い議席を単独で得ていたことから、二大政党制への変化が主張され始めていた。選挙の結果、自民党は49議席と、 改選前から1議席を減らし、民主党は50議席を得て、改選第1党となった。また民主党は、得票率でも選挙区、比例代表ともに、自民党を大きく上回った。共産党や社民党も、議席を減らしたことから、参議院においてもに大政党制の傾向が強まる、ことになった。しかし、自民党、公明党を合わせれば、参議院の過半数を維持したことから、 小泉内閣は選挙後もそのまま政権を担当した。第2次、小泉内閣7時20時一部投票所では、投票終了時刻を繰り上げ時し2004年6月25日から7月10日総無償。第20回参議院議員通常選挙結果、都道府県別投票総数、有効投票数、無効投票数より、抜粋選挙区73比例区48、日本に関心を持てるのは、 スポーツだけですか。あなたの一票には力がある。おキャッチフレーズに中山雅史と白石美穂啓発イメージキャラクターに起用。男、56.61%女、56.54%男、56.58%女、56.51%総務省集計出展、石川真澄戦後政治史審判岩波新書。 データ国会議員選挙の、結果党本部総裁イコール小泉純一郎、執行部幹事長イコール安倍晋三総務、会長イコール堀内光雄政務調査会長イコール、ぬかが福士郎国会対策委員長イコール中川、秀直参議院議員会長イコール竹山博史、常任幹事会代表イコール岡田克也、常任幹事会副代表イコール維新はじめ、岡崎富子、中井博史、 米沢隆常任幹事会幹事長イコール藤井、広久政策調査会長イコール千国吉と、国会対策委員長イコール川端達夫参議院、議員会長イコール江田札樹中央幹事会、代表イコール神崎武則中央幹事会、代表代行イコール浜井四都子中央幹事会、副代表イコール草川正造、坂口力中央幹事会幹事長イコール冬柴、 鉄道政務調査会長イコール北川、和ズ国会対策委員長イコール安全順次、参議院議員会長イコール草川昭三、常任顧問イコール市川祐一、続国広、鶴岡洋、藤井富夫名誉顧問イコール石田幸四郎中央、委員会議長イコール不和鉄道幹部会委員長、イコール C 和ズ幹部会副委員長イコール石井、い子。 上田光一郎、浜野忠夫初期局長イコール市田忠義、政策委員会責任者イコール小池晃、国会対策委員長イコール国田恵二、参議院議員団長イコール吉川春子、全国連合党首イコール福島水保全国連合、副党首イコールテルヤ監督、淵上貞田横光勝彦全国連合幹事長イコール馬太一、政治政策審議会長イコール安倍智子、 国会対策委員長イコール横光勝彦参議院、議員会長イコール淵上佐田を北海道、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、新潟県、おし県、岐阜県、静岡県、京都府、兵庫県、広島県、福岡県、東京都自民党、民主党、公明党、無所属破決選挙、編集。 事公の推薦を受けて当選後自民党に入党詳細は参議院比例区を参照自民党民主党公明党共産党社民党繰り上げ当選編集自由民主党編集民主党編集公明党編集日本共産党編集無所属編集自由民主党編集民主党編集公明党編集日本共産党編集無所属の会編集無所属 編集自由民主党、編集民主党、編集日本共産党、編集緑の会議、編集、ありがとうございます。